皆野無垢神社。美濃山を信仰の象徴として、里の各所に祀る氏神の総鎮守。美濃無垢神社は、埼玉県秩父郡美濃町の荒川沿いにある神社。無垢神社は縁起式の記載される秩父郡内2社のうちの1社で、同名の神社は当社を含め郡内に5社ある。社記に景光天皇40年、大和武尊皇が秩父の国を巡見した折、この地に至り、御鉾を建て、猿田彦の皇子と御名無知の皇子、や御五郎重彦の皇子を鎮祭したことを創始としている。古くは無垢宮倉宮と呼ばれ、元慶5年延福寺を開いた元仁宗図が、当社を厚く崇敬し別当を務めるところとなった。その後、秩父商事は竹山重吉重忠親子が崇敬し、八方北条氏の御御用土新左衛門、江戸期には、安倍文母の神、松平下総の神、らが、崇敬した。明治初年神仏分離によって寺の管理を離れ孫社に、列せられ、明治40年金号の27社を合祀した。中でも、美濃山に鎮座する美濃山神社は無垢神社の奥舎としてそのまま鎮座し、昭和40年頃まで養蚕守護の信仰を集めるほか、雨乞いのご利益も、あなたからな神社として、この地方に生活する人々から農耕の神として位置づけられている。例祭10月8日に奉納される獅子舞は埼玉県指定無形民俗文化財で、雨乞いササラとも呼ばれ12頭もの獅子が舞う姿は賑わやかであるとともに迫力がある。獅子舞は幼土氏の頃に始められたと伝えられ、その頭は重箱獅子と呼ばれる古い作風に見られる長方形の箱型をなし、桃山奇作として、長指定民俗文化財に登録されている。お祭神。猿田彦の皇子と、御名無知の皇子と、矢心重彦の皇子と。この動画が、よかったら、いいね。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。